マニラ首都圏はマニラ市を中核としたフィリピンの中心地であり首都圏と重なる都市群のことであるフィリピンに3つある都市圏の一つであるメトロポリタンマニラ、メトロマニラ、あるいは単にマニラ圏とも言われるメトロマニラには州が存在しないがマニラや旧首都ケソニシを含む16市と一丁により構成されているメトロマニラの面積は 東京23区よりやや大きい636平方キロメートルで人口は約1348万人である。さらに近郊を含む都市圏人口は約2630万人で世界で6番目に人口の多い地域である。マニラ首都圏はフィリピンの文化、経済、教育、政治の中心地である。グローバルパワーシティに指定され、 フィリピン国内外の商業、金融、メディア、芸術、ファッション、研究、技術、教育、エンターテインメントに大きな影響を与えている。また、フィリピンにあるすべての大使館が位置しており、フィリピンの国際外交における中心地となっている。そのため、この地域は、フィリピンの金融と商業においても中心地となっており、 フィリピンの国内総生産の36%を占めている。1975年11月7日、フェルディナンド・マルコス政権期に首都行政機能を果たすマニラ首都圏が大統領令第824号により設立された。前身のマニラ州は19世紀末にフィリピンにおけるスペイン植民地支配に対して反乱を起こした。 最初の八州の一つである。初代知事は、イメルダ・マルコスだった。1986年に、コラソン秋の大統領令392号により、権限が変更され、1995年に改編され、現在のマニラ首都圏開発庁が創設された。これは、政府機関でありは大統領によって任命され、道路交通や都市計画などを担当するもので、 メトロマニラ自体は、行政機関及び行政区画ではなくなっている。地形から、中央大地、沿岸低地、マリキナダニの3つに分けられるパシッグ、マリキナ川水系の排水地図マニラ首都圏は、ルソン島の南西部に位置しており、西は、パシッグ川の川口から、東は、マリキナダニの高地まで続く平坦な中石地沿いに位置する地域である。地理的には、海岸線。 グアダルーペ大地、マリキマダニ、ラグーナ定地の4つのゾーンに区分される。海岸線、または、定地は、マニラ湾に面した、平坦な定地の地域である。マニラ市、ナボタス、マラボン、そして、パサイトパラニャー家の西部と観客地があり、マニラ湾に面した標高0メートルからマンダル4、マカティニッシ川の標高5メートルまでの範囲にわたる。沿岸地は、 沖合漁業や養殖場開発の資源を持ち、この地域の様々な埋め立てプロジェクトは、複合都市開発のためのものである。中央大地、または、グアダルーペ大地は、その強固な地理的地盤だけでなく、ルソン島の他の地域との既存のインフラ接続により、都市開発活動への適応性が、最も高い地域である。主に住宅地であり、サンフアン、マカティ、 ケソン市といった人口密集地やカローカン、マンダルヨンの大部分を含んでいる。標高は20メートルから40メートルで、西側は低く、北西側では70メートルから100メートル以上になる。パシグ川沿いの地域は狭めである。マリキナダニはマリキナ川沿いの氾濫源とバエコソイのデルタ地帯である。標高はバエ湖川で2メートル。 北側のモンタルバン側で30メートルである。周囲は中央台地とリサール州の山々に囲まれている。マリキナ側は工業用水や放流用水として利用されている。ラグーナ定地は農業や養殖業に適しているだけでなく産業活動にも適している。マニラ首都圏は今まで地震、洪水、台風など様々な自然災害にさらされてきた。 マリキナダニ断層をはじめとするカツ断層に囲まれており、フィリピン断層、ルバング断層、マニラ海溝、カシグラン断層などの遠くの断層も脅威である。特に、バレンズエラ、マラボン、カローカン、ナボタス、マニラ市、パサイ、パラニャーケ、ダスピニャスといった低地の地域では、マニラ湾の潮流と関連して、毎年洪水が起こっている。一方、マリキナ、パッシグ、 タギッグ、パテロスといったマリキナタニ沿いの内陸部の地域でもラグーナ湾に近く土壌の排水が悪いことから水位が浅い洪水が発生しやすい。洪水リスクは火山岩が海抜40メートルから70メートルまでそびえるケソン市、サンフアン、マカティ、マンダルヨン、モンティンルパなどのグアダルーペ大地に沿った都市では低いとされている。またマニラには 年間およそ5から7の台風が上陸する。スイスリーの調査では、マニラは、東京に次ぐ、住むのに危険な首都としてランク付けされている。欠片の気候区分によると、マニラ首都圏には2つの気候が存在している。大半の地域は、サバナ気候に区分され、シエラマドレ山脈のふもとに位置する、北東部の一部のみ熱帯モンスーン気候である。マニラは、 フィリピンの他の地域と同様、全域が熱帯地域に属している。赤道に近いため、気温は年間を通じて高く、摂氏15度以下や摂氏39度以上になることは、ほとんどない。1914年1月11日の摂氏14.4度、1915年5月7日の摂氏38.5度など、過去には気温の極端な変動があった。 湿度は一年を通して非常に高い。マニラには12月から4月までの明確な寒気と残りの期間の比較的長い気温がやや下がる雨季がある。雨季は一日中雨が降ることはほぼないものの短時間に非常に多くの雨が降る。台風は通常6月から9月にかけて発生する。上からマカティ中心業務地区。 マニラ湾から望むマニラ市リサール公園での119回目のリサール記念日の様子マニラ首都圏には4つの国立公園が置かれている。マニラ市のリサール公園、パコ公園、サンチャゴ要塞、ケソン市のケソン記念国立公園である。リサール公園とパコ公園は国立公園開発委員会、サンチャゴ要塞はイントラムロス管理局によって管理されている。 ケソン記念国立公園の管理は、ケソン市政府、国立歴史研究所、NPDC の三者協定により、ケソン市政府に移管された。また、この地域には、リサール公園、ニノイアキの公園、野生生物センター、マニラ湾、ビーチリゾートといった3つの保護区もある。ルネタ公園としても知られる、リサール公園は、 58ヘクタールの面積を持つアジア最大の都市公園と言われており、イントラムロスの歴史的城壁地域とともに2009年の観光法に沿って観光事業区域となる中心地として指定された。タコ公園はスペイン植民地時代にトミニカ人によって建てられた市の墓地だった場所に再設計された庭園である。フィリピン景観建築の父と呼ばれる。 フィリピンの環境デザイナー IP サントスに、墓地跡を公園にするための設計が依頼された。マニラ動植物園は、1959年に設立されたアジアで最も古い動物園である。40歳のウ、マリオ、はじめ、90種1000頭以上の動物が飼育されている。毎週平均4000人が来園しており、毎月約4万人の観光客が訪れている。 ラメーサエコパークは、ラメーサ流域の周辺にある33ヘクタールの整備された地区である。メトロポリタン上下水道システム、ABS-CBN、ケソン市政府の共同パートナーシップによって設立された。ラメーサエコパークは、ニノイアキの公園、野生生物センターと共に、フィリピンにおける重要な自然保護区となっている。ラスピニャスパラニャー家重要生息地。 エコツーリズム地域は2007年にフィリピン政府によって重要生息地として指定され2013年にラムサール条約によって国際的に重要な湿地として登録された。ルプキアはパラニャアケのフリーダム島とラスピニアスのロング島からなり175ヘクタールの土地に発種のマングローブ林、干潟、大塩性の植物のある池、ラグーン。 海外が特徴である。マニラ首都圏開発庁は、マニラ首都圏の公共サービスを行う機関である。主に、交通管理とゴミ収集に限定されているが、これまで、マニラ首都圏は、地域政府機関である、マニラ首都圏委員会が管轄し、知事が率いていた。2014年、マニラ首都圏に、新たな統治機関である、マニラ首都圏地域政府の設置を提案する。 法案が提出された。行政調整機関であることに限定された、無駄とは異なり、メラは、警察や、その他の典型的な自治体の権限を持ち、バンサモロ自治地域に近いものである。マニラ首都圏は、フィリピン国政の中心地であるため、国の行政機関の主要なオフィスはすべて、マニラ首都圏にある。また、農地改革省、農務省、 環境天然資源省国家住宅局フィリピンココナッツ庁はケソン市のケソンメモリアルサークル周辺に主要な事務所を構えている首都のマニラ市には大統領の皇帝都市務室であるマラカニアン宮殿があるまたフィリピン最高裁判所も位置しているマニラには高祖裁判所フィリピン中央銀行予算行政管理省財務省保健省 司法省、労働雇用省、公共事業道路省などの主要国家機関がある。一方、科学技術省は、タギッグに、観光省は、マカティに本部が置かれている。また、マニラ首都圏には、アジア開発銀行、フィリピン中央銀行、フィリピン開発銀行、フィリピン土地銀行、国家経済開発当局などの重要な経済、金融機関の本部を置かれている。 パサイにある公務員保健機構の本部はフィリピン上院の拠点となっている。一方、フィリピン下院はサンディガンバヤンと共にケソン市のバタサンパンバンサコンプレックスを拠点としている。ココナッツ宮殿は2010年から2016年までフィリピン副大統領の執務室と住居として使用されていたが、2016年以降はケソンシティレセプションハウスを使用している。 マニラ首都圏の行政区域市及び町は、すべて高度都市化市として独立しており、開業制単位はバランガイであり、これが、地方行政区の最小単位である。これら地方自治体を、エルゲと呼ぶ。エルゲを管轄するのは、内務、地方政府省である。マニラ市欠損市、カローカン市、パシッグ市、バレンズエラ市、タギッグ市、ラスピニャス市、パラニャーケ市、マカティ市、マリキナ市。 モンティン・ルパ氏。パサイ氏、マラボン・氏、マンダル・ヨン・氏、サン・フアニ氏、ナボタス氏・シパテロス・スマカティは、マニラの新都心2018年現在、日本の外務省は、マニラ首都圏を、殺人、傷害、暴行、強盗、婦女暴行などの凶悪事件に遭遇する、可能性が高い場所として、注意喚起を行っている。ありがとうございます。